初球ライト伸びて伸びてワンバウンドして入りました。エンタイトルツーベース、3対2、勝ち越しの貴重なタイムリーツーベース、松井。いやー、やりましたね松井。これも最初のバッターボックス初球からいったその積極さ、そうですね、それがこの2打席目につながりましたね、はい、やはりあのストレート系のボールを待ってたと思います。これ素晴らしい当たりでしたよ。角度さえもう少しついてるのですね、はい、オーバーフェンスですし、まあ、これもですねストレート系というよりもですねむしろシュート気味にですね落とすボール、はい、ちょっとこのイニングのペドロですねストレートの割合があまりにも少ないです。そうでしたね。何かちょっと肩でもですね、体調でも今一つ思わしくないんではないかなと、そういうことを感じさせるようなですねこのイニングの投球ですね。特にこう2回そして3回あたりもあの私も思わず伺ってしまったわけですけど、ストレート系が少ないんじゃないか、はい、この回に入ってその傾向が余計にこう顕著ですよね、うん、そうですね、はい、まあ、いつもの強気のペドロの投球というのではないですね。何かかわそうと、おっと8番のガルシア初球背中のところに通った球、さあちょっと両チームが険悪なムードになりました。あ、ウェールズが怒っています。メジャーリーグの場合はデッドボールもそうですが、こう背中に通す球というのが一番こう両チーム特にバッターも危険に感じるということで、あ、両チームのベンチが立ち上がりました。今今日球審のマーケスが両チームに警告をしましたが、デッドボールで一塁に、これでノーアウト満塁になります。スロー VTR です。今レッドソックスのリトル監督は球審のマーケスに今のはバットに当たってファールではないかという抗議をしていましたが、球審のマーケスはこのバッターボックスガルシアデッドボールという判定で一塁に先ほどガルシアは歩いていきました。これ警告になりますとね、両チームに警告ですので、はい、クレメンスが同じようなインサイドのボールを投げたとしてもクレメンスが今度は退場になるんですよ。そうですね、したがって、トーリ監督は そこら辺のところを言いに行ったんだと思いますね。あ、なるほどね。そしてラストバッターセカンドのアルフォンソ・ソリアーノです。こちらがリトル監督レッドソックス、まあ、そしてヤンキースはですねこのペドロに対してですねレギュラーシーズンもですねデッドボールでかなり痛い目に遭ってるんですよ、はい、このソリアーノもそうですし、で、まあ、ジーターもデッドボールでですね何試合か欠場するようなそれぐらいのですね、まあ、デッドボールをもらってますんでね。ノーアウト満塁からこれはダブルプレーを取りに行きます。一塁は一塁もアウト、しかしこの間に1点を追加しました。さあこの判定に対して今2塁に走り込んだガルシアがクレームを言って、そして今場内が騒然としています。トーリ監督が今ダッグアウトを出ました。何か言ったんですかね。いやガルシアがですね、スライディングが激しかったんでしょう、はい、あ、そして今マウンド上のマルチネスに何か言ったのかもしれません、まあ、共にあのスペイン語圏の選手ですから、そのスペイン語で言ったクレーム、もちろんマウント上のマルチネスも分かりますが、ジマベンチコーチも少し温めて球審のマーケス今日の審判団に声をかけています。あっとクレメンスも出てきました。ジオンビーがそのもう今ダッグアウトを出てきました。ここはやっぱりですねシノージとすればですね主力選手がですね今のようなプレーで退場になるのが一番やってはいけないことですから、そうですね、何としても本当に落ち着かせるというんですかね、はい、そういったことが大切になってきますね。もう一度振り返りますと、ダブルプレーの間に三塁ランナーのジョンソンはホームインをして、この回これで2点目、4対2となっていますが、そ
この判定に対して今判定とそして今二塁ランナーのガルシアデッドボールをこうぶつけられたガルシアがマウンド上のマルチネスにダグアウトに帰るときに何か声をかけたのかどうか、ちょっと両チームの選手がエキサイトしています。回は4回の表、ニューヨークヤンキース。この回は5番ポサーダフォアボール、6番ジョンソンがレフト前ヒットでノーアウト3塁1塁、7番松井のライトへのツーベースヒット、エンタイトルツーベースヒットで3対2勝ち越し。8番ガルシア、この初球にガルシアの背中にボールが行きました。判定はデッドボール。これでノーアウト満塁となりましたが、この時に両チームの選手が少しこうエキサイトしました。その後ラストバッターソリアーノがショートゴロ、6-4-3のダブルプレーでしたが、一塁ランナー二塁でフォースアウトになったガルシアがベンチに戻るときにマウンド上のマルチネスに声を何かクレームを言ったのか、両チームの選手が少しエキサイトしました。ツーアウト三塁で1番のエンリケ・ウィルソン。セカンドウォーカースリーアウトです。しかし4回の表ニューヨークヤンキース、7番松井のタイムリーツーベース、そしてラストバッターソリアーノのダブルプレーの間に2点を追加、4対2。4回の裏ボストンレッドソックス、4番のレフトラミレスから最初のバッターボックスはセンターへのタイムリーヒット。クレメンスがこの回のピッチング、果たして冷静に投げれるかどうか、投げられるかどうかポイントです。4番のラミレスから。まあ、私はですね、そのマルティネスの投球でですね、まあ、アンパイアが、はい、警告を与えましたね。私はこの判断は良かったと思います。なるほど。したがってこのクレメンスも熱くなるタイプのピッチャーですので、そうですね、やられたらやり返すというところがありますから、そういったところを防いだ意味でもやっぱりアンパイアのですね、とっさのもう警告をすぐ宣告したというのは良かったんではないでしょうかね。あのメッツとのワールドシリーズの時にもピアッツァとね、はい、ありましたからね、はいはい。まあ、アメリカではヘッドハンターというニックネームもあります、マウンド上のクレメンス。味方がぶつけられたらぶつけ返す、これです。さあ怒ったラミレス。これは怒るようなボールではないと私は思いますね。両チームの選手がエキサイトしています。どうしたんでしょうか。ドンジマーが今マルチネス投手の後を追いかけていって倒れて、大丈夫でしょうか。まあ、ドンジマーさんといえば元東映フライヤーズ、まあ、日本でも非常に馴染みのある方ですが、もともと以前はこうレッドソックスのコーチや監督もしていました。そうですね、やっぱりここで今ドンジマーがマルチネスに向かって言った時にマルチネスがドンジマーを叩き落としのような形にしたんですね。まあ、しかしあまり熱くなってもですね、そうですね、やっぱり野球で勝負をつけなければいけませんのでね、こういったところで熱くならない方がですね、そうですね、はい、プレーに影響を及ぼさないような、感じにしてほしいなと思いますね。72歳になりますドンジマーベンチコーチです。まあ、もう一度振り返りますと4番ラミレスに対するボールですね、はい、あれは、小早川さん
映像から見る限り特にこう危険球という感じではなかったですね。ラミレスが起こるようなボールではないと思います、はい、ただやはりラミレスもですね、狙いがあったんではないでしょうかね。そういったことで さあもう一度ご覧いただきましょう。この時にラミレスが起こりました。そして球審のマーケスさんが抑えに行きます。両チームの選手がここで出ます。そして72歳のドン・ジバーヤンキースベンチコーチが出て、今ちょうど画面のところここでマルチネス投手に向かっていったわけですが、マルチネスがそのドン・ジバーベンチコーチを叩き落とすような形。画面の右上紺のこのジャンパーを着た方、これが今相手投手のマルチネスに向かっていきました。このマルチネスが31歳、向かっていたドン・ジマーベンチコーチが72歳。この回4回の裏ボストンレッドソックス4番のラミレスからでした。ボールストライクファールの後の4球目、このクレメンス投手がラミレスの、高め、体にはもちろんぶつかる心配はなかったんですが、もう一回ご覧いただきましょう。この球です。この球で起こったラミレスがマウンド上のクレメンスに向かっていきました。何度見ても起こるような球ではないですね、はい。ただ両チーム大事な一戦、そしてエース同士の対決。絶対に逃げないというのがこのクレメンス、はい。ピッチャーサイドからしてもですね、はい、今のラミレスの投球に対して、ラミレスが抗議しましたけど、はい、あのぐらいで、そういう、ラミレスが取ったような行動をされますとね、もう投げるボールがなくなってしまいますし、そうですね、バッターサイドとしてもですね、はい、あれぐらいはですね、もう平気で見逃すぐらいの感じのボールですんでね、はい、そうですね、大事な両チームにとっても一戦、そしてこれは全米が注目する一戦でもあります。もちろんこの映像は全米でも放送されていますし、今日はアメリカでは土曜日のちょうど夕方になります。多くのアメリカでも、そしてもちろん日本でも子どもたちが見ていますから、あまりこうエキサイティングするよりもプレーで、小林さんがおっしゃるようにね、そうですよね、エキサイティングはプレーでしてもらいたいと思いますが、中断がもう14分を超えました。両監督に審判団から注意警告が与えられて、退場者はないようです。試合が再開されます。4回の裏ボストンレッドソックス4番レフトのラミレス、カウント2エンド2、試合再開、4対2ヤンキースリード。松井の勝ち越しタイムリーでした。空振りの三振、ワンアウト。5番指名打者のオルティーズです。初球ライトガルシア、ツーアウト。こうなってくるとピッチャーもそうですが、キャッチャーの役割、こうピッチャーを落ち着かせるというのも大事になってきますよね。なってきますしね、しかしでもポサーダはガルシアが当たった時はもう興奮してましたからね。そうですね、はい、ドン・ジマーさんも、元気にダッグアウトに戻ったようです。6番ファーストのケビン・ミラー、最初はスイングアウトの三振でした。エンリケ・ウィルソンから一塁、ジョンソンにスリーアウト。4
4回の裏ボストンレッドソックスは3人で攻撃を終えました。4対2。このあと5番のオルティーズも31本。そしてラミレスはプレーオフではホームラン2本。27回中21セーブを挙げていますポストシーズン、マリアノ・リベラ。ジョンソンからリベラにワンアウト。今シーズンはリベラ40セーブを挙げました、まあ、セーブチャンスは46回あったんですが6回セーブを失敗しています。その失敗6つのうち2つがボストンレッドソックス戦です。1点を追いかける9回の裏のボストンレッドソックス、5番 DH 指名打者のオルティーズ、今日はヒットがありません。ワンアウトランナーありません。あとアウト2つでヤンキースが2勝1敗となります。ただ1点差。ん、取りました。アウトですね。ファールテリトリーで取りました。今のはもうラインを締めてましたので、そして当たりも詰まってましたので、取れましたよね。最後はダイビングキャッチのような形。ここはツーベースを防ぐためにラインに普通詰めますんで。そしてハーフライナー気味の球。はい、はい、従ってこの打球も取れる。取れましたよね。一塁ファールライナーという、まあ、普段では、まあ、考えられないところのアウトですけど、ツーアウトランナーなく6番のケビン・ミラーを迎えます。1920年、ベーブ・ルースがニューヨーク・ヤンキースに移って以降、レッドソックスはワールドチャンピオン経験はありません。それをバンビーノの呪いというふうにアメリカでは言われています。ライバル同士。1918年、それ以降ワールドチャンピオンがありません。ツーアウトランナーなし。9回の裏、まあ、それをですね、振り払うといいますか、はい、まあ、今年が最もチャンスだと、そうですね、ボストンのファンの方も思ってられますから、かなりファンの方もエキサイティングしてますよね。まあ、その意味ではこのマリアノ・リベラをやはりどこかで打ち崩さない限り、はい、そのバンビーノの呪いを振り払うことはできません。ボストンレッドソックス9回の裏ツーアウトランナーなし。4対3。守りますヤンキースが4点、攻撃中のレッドソックス3点。センター、バーニー・ウィリアムズ取りました。スリーアウト、試合終了。4対3、ニューヨーク・ヤンキースがボストン・レッドソックスを破りました。これで対戦成績をヤンキース2勝、レッドソックス1勝。そしてロジャー・クレメンス自身最後のこの思い出の地、フェンウェイ・パークのマウンド、勝利投手というまた新たな金字塔、歴史をここフェンウェイ・パークにクレメンスは刻み込みました。そして背番号55、松井、今日はペドロ・マルチネスから貴重なタイムリーツーベースヒットを打ちました。